Much World Studio。こんばんは。今夜も始まりました夢を語っていいですか、今日は25分遅れの配信になってしまいました、パソコンの前で今かとお待ちいただいた皆様、大変お待たせいたしました、これから45分間の間どうぞよろしくお願いいたします。さて、毎回素敵なゲストの方をお招きして夢を語っていただくこの番組、涼しくなって芸術の秋となりました。今日はそんな芸術の秋にふさわしいとっても素敵なゲストの方に、お越しいただいております。ご紹介いたします。はい、ピアノ教室またコンサートの企画運営をされていらっしゃいます石川明子さんでいらっしゃいます、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。はい、明子さん、はい、いよいよ始まりましたね、はい、緊張は大丈夫ですか。はい、ちょっとしてます皆さん、明子さんとってもいつも明るくてもう本当に大ファンがね、たくさんいらっしゃる本当に魅力的な方なんですけれども、はい、今日はちょっと緊張していらっしゃいます。で、今日ね、早速もう番組が始まる前からツイッターでたくさんの方に応援をしていただいておりますが、今日の番組ユーストリームということで、ツイッターで皆様の参加をお待ちしております。皆様からの声を番組の中に取り入れて楽しく番組進めていきたいと思っておりますので、今日もよろしくお願いいたします。そして、私は今日もナビゲーターを務めさせていただきます。体と心を温めるあったかいプロジェクトの村岡俊恵と申します。今日は明子さんと2人芸術の秋らしくしっぽりとしっぽりとはいかないですね、多分ね2人ね、もうすごいね、明子さんお酒大好きでいきなりこんな大暴露から始まっちゃってるんですけど、すごい楽しい方なので、もう時間がね足りないんじゃないかと思うぐらいちょっと心配してますけれども、楽しく番組進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、ではですね、もういっぱいいろんなことを明子さんにお伺いしたいのでサクサクいきたいと思います。はい、はい、まずじゃあ石川明子さん初めてご覧になりますっていうね方にはですね、まず明子さんがどういう方なのかということをご紹介しなければいけません。石川明子さん、東京音楽大学在学中からピアノの指導を始められて、でどちらかというとピアニストってこう自分が脚光を浴びるよりも、まあ、教えることが向いてらしたというふうにちょっと伺ったんですけれども。そうですね、割に緊張しちゃうタイプなので、なかなか実力が出せず、はい、指導しているとすごく、はい、人間と人間の、はい、お付き合いなので、私すごい人間が好きなので、はい、そこですごく打ち解けるので、はい、あとやっぱりそのお話も好きということもあって、いろいろ指導の研究をして、はい、育てる方がすごく自分は好きですね。なるほど、はい、こう人を育てたりとか人を応援したりとか、はい、まあ、そういったことが性に合ってるというか、そうですね、うん、はい、まあ、そういったところが多分明子さんのファンが多い理由なのかもしれないですよね。そういった、ね、ご自分の素質を生かして、まあ、ピアノの指導を、ね、うん、ずっとこうされてきてて、で、まあ、ご結婚された後お二人の娘さんも、ね、はい、出産されて、はい、でさらに今度はリトミック、はい、まあ、体を動かすことですよね、はい、リトミックっていうのはね、そうですね、はい、まあ、それを取り入れた、まあ、独自のピアノ指導法で、はい、で、まあ、たくさんの生徒さんをレッスンされて、はい、で、まあ、もうお嬢さんもね音楽の教育をされて、まあ、音楽大学にお嬢さん2人とも行かれて、はい、でなんかあれなんですって、お嬢さんお二人もなんかピアノの授業でなんか活躍されてるっていうのを伺ったんですけれども、はい、してましたね、すごいですね音楽一家
ですね。そうですね。なんかちょっとこう憧れる、ちょっとセレブリティな香りがするんですけれども。ご主人様も音楽関係のお仕事なんですか？違いますね。あ、はい、ご主人様は一人違う、はいはい、あ、なるほど。ちょっとのけも、のけもで、ちょっと3対1で、はい、あのお父さん頑張ってください、はい、やっぱ女さんに集れば強いですからね。そうですね。もう石川家の風景がね、まざまざここ浮かぶ感じなんですけれども、はい、なるほど、まあ、そういった形でその、まあ、生徒さんの育成をされたり、またあのピアノ教室もどんどん発展されて、またコンサートもさまざま企画されて、はい、でこのコンサートっていうのも、あのもう若いアーティストの方をどんどん前に出す応援をされてきたっていうふうに伺ってるんですけど。そうですね。あのコンサートも10回ぐらいはい、してきたんですけど、あの自分の生徒だったり、はい、その人たちが、まあ、音楽の道へ進んでいくのを見て、はい、やっぱりどうにかしてあげたいということで舞台をやっぱり作ってあげたいということで、うん、最初のうちはそういうコンサートをしておりました、はい、なるほど。またそこでね、あきこさんのなんか応援したいっていうね、うん、こう素質がこうムクムクっとこう、ね、動き出してどんどん若手のアーティストを育てるっていう風に、ね、はい、発展されて、はい、またその若いアーティストを応援して発展させるっていうことが、またご自分のね、はい、あの企画であったりピアノ教室が発展する、ね、うん、こう相乗効果にもなられたのかなっていうふうに、ね、そうですね、本当にそうだと思います。はい、まあ、そんな皆さん、あの本当に人を応援すること、人とコミュニケーションを取ることが大好きなあきこさん、はいはい、なんですけれども、そんなあきこさんチャリティーコンサートもされていらっしゃるんです。でこのチャリティーコンサートをするようになったきっかけっていうのがあるんですよね。はい、あの、はいはい、まあ、あのとっても信頼しているお友達が、はい、あのインドネシアの孤児院の方に、はい、あの自分でボランティアに行くっていうふうに聞いて、すごく感動して、はい、であの私は何もできないと思いながら何かしたいっていう思いから、はい、まあ、インドネシアに行くっていうことはちょっと生活の中でできないので、はい、じゃあ、あのそのカンボジアの地雷、まあ、まだまだ解決されていないことに少し協力できたらと思って、ね、はい、チャリティーコンサートを企画しました、はい、そのチャリティーコンサートはどちらでやられたんですか？あの横浜の、はい、あの館内ホールとかですね、はい、あ、そうですか、はい、実はですね、その横浜のね、はい、そのチャリティーコンサートの模様の DVD があるんですよね。ちょっと映像流していただくことできますかね。走ってますね、プロデューサーあ、なんか映ってますね。はい、クリスマスだったので、あ、ちょっと小さなサンタクロースがまず灯ったっていうシーンですかね。はい、クリスマスにコンサートされて、あ、このもしかして綺麗なお嬢さんお二人が娘さん、はい、そうですね、うわ、はい、こんな大きなお嬢さんがいらっしゃって、はい、そうですね、だいぶ前にこんなに大きかったんですけど、あ、そっか、そうですね、3年か4年ぐらい前ですよね。あ、そうですか。2009年ですか。はい、はい、はい、どうですか、ご自分のね、その娘さんにピアノを指導されるっていうのは、うん、まあ、その要は生徒さんにもなるので、うん、やっぱりこう母親としての接し方、うん、母親としての顔っていう部分と、うん、またね、あのアーティストを育てるっていう顔と、うん、また違うのかなって思うんですけど、うん、その辺はご苦労とかはなかったですか？そうですね、すごく苦労ありました。やっぱりまたあの姉妹でもあったり、また生徒も同じくらいの年の子がいたり、やっぱりあの生徒の方が逆に一生懸命見てあげないと、なんかやっぱり娘はちょっと置いたりとかしてしまったりとか、 あと娘も2人姉妹なので、はい、なんかあのやっぱり競争させてはいけないと思って気遣いましたね、すごく。うん、そうですよね、やっぱりそこはね、うん、気を使われたと思います。でもね、本当に私
ピアノなんて嫌とか途中で反抗期とかってなかったんですか？ないんですよ。やっぱそこはやっぱりカエルの子はカエルというか。そうですね、なんか本当に私が楽しんでるのを見てたので、なんかやっぱり楽しんでいたみたいですね。私も別にあの音楽の方に行きなさいって強制してたわけではないんですけど、なんか楽しそうと思ったみたいです、あ、そうかそうか。やっぱりあのお母さんが本当にピアノを楽しそうに弾いてる姿を見て育っているから、だからこう強制されてるとか義務みたいな感覚はなかったんでしょうね。そうでした ね、やっぱ本来音楽ってそういうものですもんね。でもまあ怒ったり厳しくしたことはもちろんそうですよね。サボりますから。ああ、そうですよね。そこはもう厳しく、そうですね、先生としてビシビシッとこう、そうですね、いたわけですね。なるほど。え、まあ、これが、ね、実際にそのカンボジアのチャリティーコンサートっていうことで開催されて、であの、まあ、それの収益金といいますか、それを、まあ、チャリティーで、あのこれは団体を通して。そうですね、ちょっと私カンボジアの方は知らなかったもので、あのそのインドネシアに行かれた方から紹介してもらって、それであのピースボートさんの方に、今写真が出てる、はいはい、ピースボートさんを通じて、はい、であのまあカンボジアの方に、はい、じゃあ支援ができたということで、はいはい、で、あのまあ具体的にはあのそのカンボジアの、まあ、地雷の廃絶と、はい、あとはなんかこうこのために使ってくださいみたいな。そうですね、私はあの子供にピアノを教えているので、どうしても子供に何かしてあげたいという気持ちがすごくあるので、あの子供の小学校を作って、その小学校を作るっていうのは一環だったんですけど、今回私の場合は、はい、その小学校の保健室を作ってくださるということで。あ、そうですか、はい、なので、嬉しそうですね、嬉しかったです、やっぱり健康のために、そうですよね、はい、ねえ、だってご自分が企画されて、で娘さんも協力してくださって開いたコンサートの結果が、カンボジアの子どもたちのための保健室ができたっていうのは、やっぱ嬉しいことですよね。そうですね、そうですか、本当に子どもを助けたいっていう気持ちはすごくありますね、そうですよね、でなんかあれでしょ、あのなんか新聞でも取り上げられたですよね、ご紹介されたって、はい、なんかその新聞の絵も、それはなんか2回目の、2回目の、あ、これですね、はい、また今の年ではなくてその次の年の時に、はい、あ、2回されたんですね、はい、で毎日新聞の方で取り上げてくださって、それであのちょうど、はい、やっぱり募金しているところを撮っていただきました、はい、その1回目の時は保健室のために使っていただいて、はいはい、2回目は、2回目は、はい、あの道路をやっぱり補強するという地雷廃絶で、はい、あの除去するので、すごい、はい、すごいですね。いやいや、なんかね、日本にいながらにして遠く離れたカンボジアにもう具体的に形になる支援ができるっていうのはやりがいもあるし、うん、そうです ね、やっぱりすごくこう楽しいっていうか幸せな気持ちに ね、させていただけますよね。本来ならでも行きたいぐらいですけどね。本当ですよ ね、もう本当だったらね、飛んで行きたいですよね、はい、なかなかね、まあ、そういったことはできないけれども、はい、でもやっぱりそういった気持ちの方ってたくさんいらっしゃると思うんですよね、うんうん、例えばあの、まあ、今回の復興支援に関してもそうですけれども、うん、やっぱり行って何かをしたいという気持ちはあっても、うん、なかなか行くことが誰でもできるわけではない、うん、けど自分の生きている場所でこう活動をすることで実際にね、こうお役に立てることがあるんだと、うんうん、そういったことがね、本当にこう多くの方がね、うん、あればみんなこうどんどん頑張ってやれると思うんですよね。そうですね、うん、で実際ね、あきこさんあの復興支援の方も、ね、はい、されてらっしゃるんですね、はいはい、やっぱりこれもあきこさんのやっぱりこう音楽の道で、はいはい、チャリティーコンサートをされた、はい、っていうふうに伺っていて、うん、でこ の、 あの復興支援のためのチャリティーコンサートもまた映像があるんですけれども、はいはい、今日は映像がいっぱいなので、はい、いっぱい皆さんに見ていただきたいので、はい、じゃあ映像大丈夫でしょうか。はい、はい、いろいろ準備が大変なんですね。そうですね、はい、ちょっとあのどういうシーンなんでしょう、はい、きっと何でしょうね、はい、これはあれですか、あのこれもやっぱりこちらのこれも横浜で
コンサートされたんですか？そうですね、ちょっと横浜なんです、はい、私住んでるところが横浜なので、あ、浜っ子ですね。そうですね、はい、その字が、はい、はい、これはあの具体的にはあのどちらの県、あ、これですね、あ、これはあの、ジャズサックスの井上俊彦さんが演奏して終わったところですね、はい、すごい素敵なアーティストさんです、はい、ジャズサックスとピアノ、はい、あ、ピアノもジャズ、このシーンはジャズピアノの方とジャズサックスの方で、あのその前にもいろいろと、はい、あの電子楽器があったり、クラシックがあったりとか、いろいろ楽しいんでいらっしゃいますね、はい、あの具体的にその何々県にみたいな、あ、今ちょっとちらっと映ったのってあれ、あ、これあつこさん、あ、そうですね、何でしょう、これはご挨拶されて、そうですね、何ですか、やっぱり被災地の子どもたちのために送りたいっていうことを、はい、あ、じゃあこれ県とかは特に特定したわけではなく、あ、でもあの、足長育英会を通じて、足長育英会を通じて、はい、なんかあの仙台の方に、はい、あのやっぱりなんか子どもを支援する建物を作るっていうことだったので、はい、そのため あの資金にさせていただきました、はい、なるほど、はい、で、あのなんかすごく皆さんに喜んでいただいたので嬉しかったのでちょっと長いですね、このシーン、まあ、されてますね、まあ、こういった形で、まあ、はい、お子さんがご挨拶をされて、はい、はい、アンコールのシーンが面白いと思うんですけどね、はい、はい、ちょっとね、出たいシーンが出るかどうかっていうのはあれなんですけれども、はい、またあのこのコンサートの模様の写真もあるんですよね、はい、なんかあのさっきちょっとお話を伺ったら、これあの、あ、これって、はい、あのこれ外人の方が尺八を吹いてらっしゃる、はい、そうなんですよ、あのこのブルース・ヒューバナーさんという方は、はい、あの日本 あの芸大の法学科を、はいはい、あの外国人として初めて卒業なさった、はい、素晴らしいあの技術の持ち主なんですけど、はい、その方が福島の方で教えていらっしゃったので、はい、あのもう地震の後すぐにあの福島の方に飛んで行ってくださって、で支援物資も運び、はい、自分も演奏を何回もしに行っていらっしゃる素晴らしい方です、はい、なるほど、ブルースさん、はい、そしてそのお隣でギターを弾いてらっしゃる方が、この方は日本の方、そうですね、はい、あの原智也さんというギタリストさんで、はい、あのお二人で組んで、はい、あのいろんな活動をしてらっしゃいますね、あ、なるほど、尺八、はい、とギターのコラボレーションってちょっと想像が私なんかはつかないんですけど、はい、素敵ですよね、でしかもこう、うん、日本のね和の楽器をブルースさんが吹かれて、はい、ね、でギターを日本人の原さんが、ね、弾かれているっていう、またこのコラボレーションがちょっと面白いなって、あ、そうですね、うん、なんか それがまたいいんじゃないでしょうか、そうですよね、やっぱ音楽ってこう本当にこう民族とか、ね、国の垣根を越えて、ね、はい、みんなで楽しめるものなんだなっていうのを感じますね、はい、はい、そうですか、で次の写真、これが1回目、チャリティーコンサート9月、ね、そうですね、行った、あ、またあきこさんお話しされてますね、あ、そうですね、あの、はい、ブルースさんがいろいろ支援に行かれた時の写真をパネルにして飾ったので、はい、その福島の、はい、はい、でもそのブルースさんの活動とか私感動しているので、はい、いろいろ皆さんにその説明とかをさせていただきました、はい、なるほど、はい、そうですか、よくいいコンサート、あ、はい、でこれがこれは、はい、足長育英会さんの方から、はい、あのお礼状をいただいたので、あ、そうですか、はい、それは11月 の、はい、あの大きなコンサートの、はい、さっきのジャズサックスの方が出たりとか、はいはい、あのいろんな方が出た大きなコンサートの方で、はい、皆さんに協力していただけたので、はい、あのた
くさん送ることができました。それはあれですか、あきこさんがお声かけをして、はい、各界のアーティストの方が集まってくださって、はい、志を一つにして演奏会をやったっていう、そうですね、皆様チャリティーでボランティアで演奏してくださって、すごいですね、やっぱりそのあきこさんの愛がベースになった音楽の力の結晶ですよね、本当にね、たくさんのきっとお子さんたちがね、の役に立てたというか、みんなきっと喜んでくださったんじゃないかなと思うと、やっぱり嬉しいですよね。嬉しいですね。まだ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 ですまだまだ、でもね、あきこさん本当に謙虚な方で、いろいろあきこさんの経歴を伺ったりですとかね、あといろいろ活動されてきた実績をね伺うと、もう本当に活動的で、もう行動的で、一つ一つことに夢を形にしていらっしゃる方なんですよ。なんですけど、まだまだですとこうね、キューッとこう引いていくんですよね。で、ほらね、皆さんご覧のようにね、すごくお綺麗な方でね、華やかな方なのに、そうやって言われれば言われるほど、ヒューッとこう引いていっちゃうんですよね。またそんな可愛らしさがあきこさんの魅力なのかもしれない。いやいやいや、ですよね。全然まだまだです。いや、あのね、入ってますよ、ツイート。はい。みゆき千葉さん、音楽って癒されますよね。はい。ね、もう本当に感謝ですねっていうことで、あのね、はい、ツイートもいただいてます。はい、嬉しいですね。はい、ね、本当にね、あきこさんも、で、あきこさんでそのね、まあ、そのまあ、いわゆるまあ音楽の道での本当にまあキャリアを持ってらっしゃるプロの方で。だから本当にこうご自分の道で本当にこう誰かの役に立つってことを継続してされてるわけですけれども、でもあきこさんのまたすごいところは、あのコンサート以外でも地道に復興支援をされていらっしゃるんですね。はい、で、あのこれも写真があるかと思うんですけれども、この写真はあれですか、あの物資の、そうですね、はい、支援、これどなたかと協力して、そうですね、やっぱり福島の南相馬の方で、南相馬、はい、はい、ボランティアしてくれている、はい、あの青年なんで、やっぱり友達の息子さんなんですけど、その方が頑張ってくださってるので、毛布とか、あと冬になると寒くて、仮設住宅がもう冷えて大変で、やっぱり毛布をね、はい、皆さん必要だったの で、 そうです、ね、うん、毛布をだいぶ送りましたね。あ、そうですか、はい、ね、そういった活動もされていて、はい、そしてさらにあきこさんって食べること大好き食べること大好きですね、はい、これでも食べてるんじゃなくて作ってらっしゃる、ね、あ、作ったものを今ちょっとた、ま、もう食べてる状態になってますけど、はいはい、こちらはどういった写真なんですか。これはあの大船渡の方に、はい、あの支援のツアーで、はい、行かせていただいて、あの隣の方が、はい、なんと同姓同名の石川明子先生っていう方で、はい、そしてちょっと字はあの昭和の章なんですけど、はいはい、その方が作られて指導されて、はい、一緒にみんなで作って、はい、そして大船渡の方たちに振る舞ったシーンですね。なんかいいですね、すごいいい笑顔をされていますねそうですね、なんか楽しかったですね、はい、そうですか、はい、もう本当に、まあ、カンボジアの支援のためのチャリティーコンサート、はい、またね、あの、まあ、復興支援のためのチャリティーコンサートということで、本当にこうご自分の大好きな音楽で誰かのために何かをしたいということをね、一つ一つ形にされていらっしゃるあきこさん、本当に素晴らしいと思います。いやいやいや、はい、いやいやいや、もうね、あのちょっと面白いでしょ、なんか褒めれば褒めるほどね、どんどんこういやいやいやとこうね、なってちょっといじりがいがあるというかですね、まあそんなね、可愛らしいあきこさんなんですけれども、さてですね、実はあの我がソーシャルツアーも、継続して復興支援の方を開催させていただいております。ちょっとここでそのご案内をさせていただきたいと思います。はい、はい、ゴスペルチームヒューマンノートという団体、皆さんご存知でしょうか。そのヒューマンノートが主催されます歌の種 in アポロシアターが、ニューヨークのアポロシアターで開催される運びとなりました。その模様が11月の4日午後2時より、ユーストリームで同時中継、生中継で見ることができるんです。で、この同時中継がですね、なんとニューヨーク の、 そのアポロシアターと、まあ、東京、大阪、南三陸と、これ
一斉に同時中継で私たちユーストリームで見ることができるんですね。じゃあこれどういった模様がね開催されるのかって言いますと、まあ、歌の力ということで、まあ、実際にこう歌っていらっしゃるが見れるっていうのと、またその同時にですね、ソーシャルツアーがやっております、まあ、写真の力47プラスということで、その写真をですね、その歌と合わせて一緒にご覧いただくということなんです。で、この写真がですね、はい、まあ、ソーシャルツアーがね、その全国展開している写真の力47プラス、本当にこう北海道を皮切りにね、全国の百貨店で今のこう見れるようになっている、まあ、写真の展示会なんですけれども、まあ、それのまたニューヨーク版ということでですね、で今回は日本の美しい風景、また歌っている写真、まあ、歌だけでなくてね、演奏している写真とか音楽の写真ですよね、あとは幸せあふれる写真、この3つをテーマにした写真を本当に多くの方が出してくださいまして、もう逆に本当に全部ちょっと出すことができなくて、ちょっと選ばなきゃいけないぐらいの状況になってしまってですね、実はあきこさんも何枚か写真をね、はい、ね提示してくださったんですよね、はい、本当にありがとうございます、はい、本当に多くの方の真心で集まったこの写真がニューヨークのアポロシアターで展示されるのがこの歌の種 in アポロシアターニューヨークなんです、はい、ぜひ皆さん11月4日の午後2時どうぞパソコンの前に張り付いていただいてご覧いただきたいなというふうに思います。楽しみにしていてください。11月4日午後2時から、ヒューマンノート主催歌の種 in ニューヨークアポロシアターです。どうぞ楽しみになさっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、さてじゃあまたね、あきこさんのお話に戻らせていただきたいと思いますけれども、じゃあね、さっきからずっとそのなんていうのかな、そのあきこさんがずっとこうされてきてる活動っていうのはやっぱりあきこさんの人柄とかまた音楽に対する思い、まあ、生き様、そういったものが形になってるような気がするんですよね、うん、でやっぱりそのあきこさんって多分小さい頃から音楽に携わって来られた人生だったのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、そんなあきこさんにとって音楽ってどういったもの、どういった志であったり、またどういった存在なんですかね。やっぱり私ちょっとクラシックをずっと勉強してきてたんですけど、はい、大人になってから、はい、まあ、いろんな違うジャンルの音楽もたくさん、はい、経験させていただいて、それでやっぱり音楽っていうのは癒されるというか、もうお勉強で大変、はい、それからストレスお仕事で大変という時も、はい、やっぱり音楽があるとそこでずっと心が安らぐとか、うんうんうん、気持ちが良くなるとかそういうものだと思うし、はい、あともっと素晴らしい音響かなんかで聞いたら、はい、それはまた感動につながる。そうですよね、はい、癒されたり感動したり、はいはい、そういうものが音楽だと思いますね、はいはい、なるほど、うん、でもね、やっぱりまあ、さっきクラシックっておっしゃったんですけれども、どっちかっていうと例えば私のような一般ピープルはですね、やっぱりクラシック音楽っていうとですね、ちょっとこう敷居が高いっていうか、やっぱりこう高尚な方が聞くものみたいなイメージがあったりですとかね、であとはやっぱりこうどうしてもそういうコンサートってチケットが高いとかそういったイメージがあったりするんですよね、うん、で、あきこさんがそのクラシックっていうそのクラシックの真髄を知った上で、今度はそれをなんかもっとポピュラーにカジュアルにっていう、そうですね、そういった思いがある。そうですね、だから、まあ、クラシックも素晴らしいんですけれども、クラシック以外の音楽もとても素晴らしいものがたくさんあるので、もう素敵な音楽ならどれでも一緒に、コンサートにできるんじゃないかと思って、たまたま友人がジャズをやっていたりとか、電子音楽をやっていたりとかしたものですから、でもクラシックと混ぜちゃいけないのかなと思ったんですけど、それはそれでいいんじゃないかと思って、そういうコンサート企画をなんとなくから始まってしまったんですけど、私のなんかまあ、特徴みたいに、コンサートのちょっと特徴みたいな感じにはなってきましたね、はい、なるほど。例えばですよ、じゃあそのじゃあ例えばジャズとクラシックのコラボレーションとか、はい、じゃあもっと極端に言うと例えばそれこそさっきの尺八となんとかとか、はい、そうですね、いうもうだからその普通の音楽の概念からいくと、はい、ちょっとこの組み合わせはありえないでしょうみたいなものも、やっちゃえみたいな、そうですね、そんな革新的な感じで、そうですね、来年
1月コンサート予定なんですけど、フラメンコギターの方が出てきてくださって、はい、フラメンコギターと、はい、マリンバとかピアノとか、はあはあ、あとまたジャズサックスの人も出てくださるので、はい、フラメンコとジャズサックスとかどうなるのかな。フラメンコってあのスペインのこういうやつ、そうですね、はい、とジャズ、はい、サックス、はい、これはちょっと楽しみですね。みんなも楽しみにしてる。そうですよね、アーティストみんな楽しみにしてる。そうですよね、どうなるんでしょう。どうなるんですかね。でもきっとみんなやりたがってるから、はい、それは楽しくなると思います。そうですよね、もう全然みんな不安がないみたいです。あ、なるほど、なんか楽しそうだねって言ってますね。やっぱりね、その秋子さんの音楽に対する原点っていうのはやっぱり楽しむっていうことだって ね、おっしゃっていたので、はい、そのだから秋子さん自身が音楽を楽しむ、またその音楽を広げていきたいっていうね、うん、音楽を広げることでいろんな思いであったり愛を伝えていきたいっていうね、うん、のがベースにあるから、だから関わる人たちも楽しく関われるのかなっていうふうに思うんですよね。そうですね。そういったコンサート活動はずっとこうされてきて、はい、いるわけですよね。そうですね、なのでなんか、まあ、過去10回、はい、まあ、チャリティーも含めてやってきて、また来年からも、はい、もちろんチャリティーも含めてコンサートを開いて、それ以外にも皆さん、ポジティブに、はい、そして愛を持って生きるためのなんかそういうコミュニティみたいなのを作りたいなっていうのが私の夢ですね。はい、なんかあれでしたっけ、そのコンサートの名前が、あ、フォーチュネイトコンサート。フォーチュネイトコンサート、フォーチュネイトってどういう意味なんですか。フォーチュネイトっていうのは予期せぬ幸せ、はい、もう自分が幸せになりたいとかじゃなくて、はいはい、そこに来たら、はい、来てコンサートに来たことで、はい、幸せみたいな。あ、なるほど、そういう意味ですね。あ、そう、素敵な言葉ですね。そうです ね、フォーチュネイト来ればこう幸せを感じるというか、はい、そういうコンサートにしたいなと思って。いいですね。いつもなんかニコニコで皆さん帰ってくださいますね、コンサートは。そうですよね、はい、なんか何でしたっけ、そのアキコさんが、あ、こういうコンサートがやりたいと思ったなんか目標となるコンサートがドイツの方であった。あ、そうなんですよ、私があのドイツの方に行った時に、はい、まあ、実際見れなかったんですけど、DVD で見たんですけど、すごい森の広い森の広場で、はい、1万人ぐらいの聴衆が集まっていて、そこでベルリンフィルが演奏していたんですけど、はい、小澤征爾さんが指揮をして、はいはい、そしてアメリカから来たジャズピアニストとベーシストが一緒になって、はいはい、ガーシュウィンのラプソディー・イン・ブルーをもうベルリン・フィルとアメリカのジャズと一緒に、はいはい、で小澤征爾さんが指揮という、はい、もう感動しましたね。なんかそのベルリン・フィルとかっていう交響楽団ってなるとちょっと硬いイメージがあるじゃないですか。はい、でもその辺はどうだったんですか。もうすごい楽しそうで、まあ、ラプソディー・イン・ブルーっていうのはいろんな音をやっぱり感じるので、クラリネットの方もピューとかやったりとか、すごい遊んでましたね。あ、じゃあ演奏される側も本当にこう楽しみながらっていう感じで、はいはい、そうですね、じゃあもう本当にお客さんとその演奏される方が一体になって楽しんでっていう、はい、そうですね、それが秋子さんの目標とする。そうですね、本当にしたいですね。何人ぐらい集まったコンサートだったんですか。もう1万人ぐらいいたと思います。野外ですよ、野外ですけど、はい、日本みたいに、はい、なんとかスタジアムとかで、はいはい、こう真ん中の席が、何でしたっけ、こう、アリーナ席とか、アリーナとか、はい、周りがあってとか、そういうんじゃなくて、もうみんな森のその原っぱで座ったり寝転んだり、家族はみんなでいるっていう、はいはい、そういう感じでした。だからチケットってどうなるんでしょうね。なんか本当にみんななんかね、ごろんで聞いたりとか、立ち上がってわーってやったりとか、いいですね、そういう自由な、ね、そうね、なんかね、いいじゃないですか。スタジアムとかそういうんじゃないんですよ、はいはい、それやってくださいねえですね、やってほしいですよね、はい、すごい楽しみですよね。そうですね、本当にそういうことができたら、日本はなかなかね、スターって言うんですか、J-POP のスターさんとか、そういう方はもう、そうですよね、すごい、コンサートしますけどね、なかなかそのね、クラシックが、はい、まあ、ちょっとポピュラーにならないというか、やっぱりクラシックっていう名前だけあって、はい、やっぱりこう古き良きみたいな、はい、ね、なんかそういうのがあるけれども、はい、でもこうそれを
新しくどんどんアレンジしていって次の世代に伝えていくっていうのは、はい、やっぱいいものは伝えていかないといけないですもんね。そういった活動をね、はい、まあ、されていらっしゃるあきこさんなわけですけれども、はいね、じゃあ本当にこうあきこさん その思いとしては本当にこう、じゃあ様々なジャンルの方をコラボレーションしてその枠にとらわれないで楽しい音楽を伝えていきたいっていうことと、でまたアーティストの方をどんどん応援していきたいっていう気持ちから今回団体を立ち上げられた、はい、はい、聞いたんですけど、私がアキコ石川という名前なので、はい、頭文字を取って、はい、AI にしたら愛って読めたんですね。あ、まさに。で、私がそのすごく思っているのはやっぱり人生、はい、人間愛、まあ、含めて愛を持って生きていきたいっていうのがあったので、あと、まあ、ハーモニーっていう言葉がまた大好きだ、はい、皆さんと調和をとって生きていくっていうのは大事なことだと思うので、はい、ハーモニー愛という名前をつけました。ハーモニー愛、いいですね。はいはいはい、でこのハーモニーアイという団体、まあ、これから活動をどん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 、はい、ね、快進撃をしていくわけなんですけれども、はい、これはやはりそのアーティストの方を応援していきたいっていう、はい、そういったものもありますけど、一般の生きてる方たちもすごく楽しく、はい、愛を感じて幸せを感じて生きていってほしいっていう気持ちから、はい、まあ、イベントとか、あと素敵な考えをされている方の、はい、講演会というかな、カルチャーみたいな感じのことと音楽を一緒にコラボして、はい、でそのトークショーに合った音楽、はい、イメージ、自分が思うね、はいはい、イメージで、はい、じゃあこう例えば笑顔体操の方の講演があるんだったら、はい、またそれはそれに合った楽しい音楽とか、はい、なんか音楽を含めてまたイベントを一緒にやっていきたいなと思ってるんです。なるほど、はい、その全くだからこうジャンルの違うこと、はい、だけど、まあ、テーマとしては愛であったり、はい、人を癒したり元気にできることを、はい、またそれもコラボさせちゃう、はい、ね。音楽という世界の中でジャズとクラシックをコラボさせるとか、うん、そういったこともされるけれども、うん、全く音楽と違うジャンルのことを音楽と組み合わせることで、はい、さらに魅力的に変えていく、ね、はい、これはでもあきこさんだからできることですよね。できるかどうかわかんない。いや、できますよ。できます、できます。いやいや、はい、ちょっと不安あるんですけどね。大丈夫ですよ。なんかひらめいちゃったので、はい、ひらめいたらもうやるしかないですもんね。なんかひらめいたら、はい、やってみたいなって思ってしまったので、ね、なんか進むきゃないから。きゃないですよ、ね、そうですね。ハーモニーアイは今は他にも何人かいらっしゃるんですか？いや、ですね、これから募集です。募集、はい、じゃあきこさんカメラ目線で、はいはいはい、募集をちょっと、はい、愛を持ってまた音楽と一緒に生きていきたい方、はい、私の応援してください。仮称としてはチーム愛っていう感じで、はい、みんな私と一緒に愛ですね、志を一つに、そうですね、はい、音楽とまた幸せ感じる、愛を感じることをいろいろしてい いくのに応援してください。はい、そうですよね。やっぱり音楽ってね、本当にさっきも言いましたけど、本当に言葉を超えて人種を超えて、なんかこう感じ合えるものじゃないですか。それがね、やっぱり文化とか芸術の力だと思うんですよね。で、本当に世界平和のね、こう役にも立つというか、そういった活動をねされていて、でまたね、その音楽だけにこだわらず、そのさまざまな、まあ、カルチャーであったりとか、あとお食事とかも、そうですね、お食事とかは、やっぱり結構私いろいろ知り合いが、ワインの方とかお酒の方とか、はい、あとお食事にね、さっきの石川明子さん、はい、先生とか、料理のお上手に作られる方とか、はい、いろいろいらっしゃるので、はい、なんかそういう会もできたら、また音楽とコラボしてできたら、みんな幸せじゃないかなって思って。いいじゃないですか、ね、例えばですよ、
こう東北の美味しい地酒に合った音楽でコラボレーションとかですよ。もう想像してますね。もう私なんかはもうそんなことをね、想像するだけでちょっとワクワクしてきてしまうわけですよ。はい、ね、例えばね、このお酒にはね、この音楽ですよってこう、ね、明子さんがコーディネートしてくださった、そのね、環境の中で、まあ、音楽を楽しみながら美味しい地酒をいただくと、いや、これは何より何よりじゃないですか。そうですね、何よりですよね。じゃあ皆さん、そんな酒好きの皆さん、どうぞチームIに入っていただいて、明子さんの活動を応援していただきたいと思います、ね。もちろん音楽が好き、音楽を愛している方でも OK ですし、はい、全然そういったね、はい、音楽のことよくわからないけど、でもその明子さんのね、活動をね、応援したいってそういうふうにね、思ってくださる方はぜひ一緒にね、活動していけたらいいなっていうふうに思いますね。はい、よろしくお願いします、はい。で、どうなんですか、じゃあ私応援したいんだけどどうしたらいいのっていう方は。そうなんですね、私ホームページが、はい、教室のホームページ、ピアノ教室のホームページか、あとはコンサートのホームページを自分でちょっと作ったのしかないので、はい、これからハーモニーアイとしてのホームページを立ち上げようと思っているので、はい、今のところちょっとないんです、アクセスはできないんですね。できない。なので、はい、フェイスブックをやっていますので、フェイスブックで石川明子っていうのをちょっと検索していただいて、はい、なんかメッセージをね、くださったら嬉しいなと思ってます、はいはい。皆さん、石川明子さんね、はい、明子さんの秋は今の季節、そうです、芸術の秋ですからね、はい。で、皆さん、この素敵なお顔ですのでね、はい、よく覚えていただいて、ね、でも本当にね、いつも明子さんの周りには人がたくさんいて、笑顔がたくさんあって、はい、本当にいつも楽しそうなんですよね。冗談がね、きついからね、私冗談がきつい冗談、ここは今ちょっとかしこまってますけど、かなりかしこまってらっしゃいますね。はい、本当はね、番組が終わったらどんなになっちゃうのかなみたいな、ね、もうちょっと ね楽しみ、冗談炸裂の、いや、いいじゃないですか、そこもあきこさんの魅力だと思いますよ。みんな笑いが止まらなかったりするんですよ、ね、なんかほら、やっぱりクラシックの、ね、先生とかっていうとちょっとどっかね、なんか大丈夫なのかなみたいなね、ちょっとこうお上品で、ちょっとこうそんなちょっと話しにくい方なのかなとか、ちょっとやっぱりイメージとしてね、思っちゃうわけですよ、私のような庶民は。だけれども、でも本当に本当に分かりやすく、本当にこうカジュアルに、クラシックのクオリティの高いお話をね、分かりやすく話をしてくださる、もう本当にそういった素晴らしい先生です、はい、石川明子さん、はい、ね、今日本当に楽しくお話を伺ってきたんですけれども、本当に時間経つのあっという間でですね、はい、そろそろお別れのお時間があっという間でしょ、はい、あっという間なんですよ、はい、ではですね、じゃあ夢を語っていいですかということで、この番組最後に石川明子さんの夢を、お話しいただいて最後にしたいと思います。では思いを込めてカメラ目線で夢を語っていただけますか。はい、はい、私は長い間ピアノを教えてきて、それたくさんの子どもと、それから素晴らしいアーティストさんたちと出会いまして、その2つ のきっかけから今すごく大きな夢を2つ持っています。はい、はい、その1つ目は、はい、私の大好きな子どもたちが、世界中の子どもたちがみんな日本の子どもたちのように同じように平等にやっぱり教育が受けられて、そして自分で仕事ができて食べていけるようになってほしいっていうのが私の夢で、今世界には飢餓で苦しんだり、本当に明日の食事もできないような子どもたちがたくさんいます。で、そういう子たちはもう本当に将来的には平等に健康に暮らしてほしいっていうのが夢で、でそのために私も動いていきたいし、日本の皆さんも忘れないで、やっぱりそういう人たちのことに、ね、ちょっと小さくてもいいから、何かして、あげたいと思ってほしいなっていうのが夢、一つ目の夢で、はい、あともう一つはその素敵なアーティストに出会って、やっぱり日本にはもう素敵なアーティストがもう一生懸命勉強されてクオリティの高いクラシックでもジャズでもなられてる方がたくさんいらっしゃるので、そういう方の演奏して皆さんに喜んでもらえる、そういう場所をたくさん
提供したいっていうのが夢で、それはもう本当にクラシックは敷居が高いとか言って、うん、なかなか行きづらいとか、ジャズはライブハウスはちょっと入りにくいとか言ってる方たちに、私のコンサートで楽しんで、クラシックもジャズもその他のフラメンコも含めて、もういろんな音楽を楽しんでほしいっていう気持ちがあって、うん、それでそういう場を設けたいし、そのいろんな音楽をコラボレーションして楽しんでほしいなっていう気持ちがあります。まあ、ドイツでの、その見た DVD 見たベルリンフィルトのコンサートや、ウィーンでのシェーンブルン宮殿で、うん、やっぱり真夏の夜に皆さん集まって、聞いてらっしゃったのとか見ると、やっぱりそういう野外でもね、素敵な、いろんなジャンルの人たちが集まってコンサートするのも素敵じゃないかなって思って、はい、そういうことができたらっていうのが夢ですね。はい、はい、はい、まあ、もう絶対叶えていただきたいと思います、はい、野外の1万人のフォーチュネートコンサートその時私はビールを飲みながらね、ゴザを引いてまたね、またそういったこうあれじゃないんですけれども、はい、そうなんですよ、ね、それでいいんですよ、ね、うん、本当にね、なんか本当に気軽にクラシックやジャズ、はい、本当に素晴らしい音楽を楽しめる、はい、そういった環境、また本当に力があるアーティストの方への支援、はい、そして本当にこう平等に全ての子どもたちが等しく教育を受ける権利、はい、生きる権利、 そうですね、それを応援していきたい、うん、それを誰もが愛する音楽でやっていきたい、はいはい、そういった素晴らしい夢をお持ちの石川明子さんです、はい、本当に今日は石川明子さんに素敵なお話をたくさん伺いました。どうぞ皆さん石川明子さんのハーモニー愛を、ね、はい、ぜひぜひ応援してください。はい、Facebook でお待ちしております。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、明子さん今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、それでは今夜の夢を語っていいですか、お別れのお時間となりました、はい、また来月このスタジオでお会いしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。さようなら。Was through the old